2階に分かれております。まあ、今日はちょっとお目当ての商品があるかそれも確かめたいので早速中の方見ていきたいと思います。はい、4階の入ってすぐのところにはスノーピークコーナーがあります。ドーンドーンテントも張ってます。スノーピークのテントからタープから、まあ、結構揃っています。これ全部あるの？もう結構一番焚き火台これ一番でかい、あの LL サイズ、めっちゃでかいよ、テントは結構今揃ってると思う、うん、これ？グランデルスで M なんかベース切ってみたいで買った好きやな好きやな、キチ男の人は好きやな、あ、見てこのキッチンのいかつい家みたい、早くこれやりたいねんけど、このスタイル。これだけ持ってんねん、今。フラットバーナーだけ。フラットバーナー持ってる。こんなんもあんねんな。いや、もう家やん、これ。すごいよな。かっこいい。やっぱスノーピークはもう間違いないな。あ、ほんとこれね、これからの季節、これフィールドファン、あと私気になってんけど、これフィールドブロワー、これさ、テントの中に上がった砂とかこれで一発でブワーってできるんじゃない？そう、砂入んねん、毎回入んねん、めちゃくちゃ気をつけてるんですか？めっちゃ入る、めっちゃ入る。で、こんな感じでスノーピークコーナーが入り口にありました。はい、続きましてアルペンの、ね、オリジナルブランドの商品がドーンと、石かわいいよな、絶対そんなに買った方がいいな、めっちゃいい、どっかの置き忘れた、あ、いいわここにドリンクを置ける、ほんで、あの後ろ長いバージョンも、あ、見てロゴスの卵入れやで、ロゴスも出してんねや、これ結構便利、うん、あのソロとか行くとき絶対
これに入れていく。お店エプロンもある。かわいい。あ、見て、キッズもある。親子でコーデできます。で、モニターでこうやってテントを張ってる様子が見れます。これ結構いいよね。はい、ノースフェイスオーナー、ザ・ノースフェイスのアパレルが結構リュックとかも。かわいい。刺繍が、もう初めて見た。え、これはあれ？大人用？大人入っていいかな？めっちゃ短いけど。パンツとノースリーブキャンパー。いや、無敵やん。アパレルは見出したらもう、キリないね。キッズとベビーサイズのアパレル。すごいな。ワンピース。これ行きます。これ夏めっちゃ楽やね。これ一枚で朝から晩まで降りたい。グリップスワン。おお。かっこいい。え？初めて聞いてんけど。そのアーバンリサーチのタモールじゃなくて、うん、グリップスマリーとか来てます。そうなん？え、そうなん？私もそうなん。え？Tシャツとか合わせてみてる。あ、Tシャツね。こういうこと？かっこいい。グリップスワニーはかわいいよ。かっこいいよ。かっこいいこれ。結構いろいろあるな。めっちゃ渋い。いや、パパさんが来たらいいじゃないですか。パパディアオが。はい、これ来ますこれでも夏はあれよ、光吸収するから。暑いよ。コールマンです。コールマンコーナー。色かわいい。カーキ、カーキかな。ワイドツールーム STD で、ねえ、やっぱコールマンはもう根強い人気があるな。安定のコールマン。安定のコールマン。はい、4階はそんな感じで終わりました。次は3階に行きたいと思います。あ、でもあれですか、例えば。はい、3階到着。降りてきて早速テントが何張りかされております。どうですか、すごい、めっちゃ広いねんけどこれ。お、サモアやって、すごいね。あのサモア、マシュマロの
マシュマロ焼いたあのスモア。めっちゃ可愛いな。なんか女子受けしそうなテント。めっちゃ女子みたいな、女子キャンプ。3階にあの DOD コーナーありました。すごい。これみんななんか結構私見んねんけど着てるとき。初めて見た。T シャツ。おお。かわいい。初めて。あ、結構着てる人私見んねん。あ、DOD やと。テントも結構ワンポールから、ね、こっちあのファイヤーベースとか、結構揃ってますよ。すごい違う。ね。あの我が家のテラス。あれはもうぜひファミリーキャンプの方。これ。うちも初めてからずっとこれ使ってるからいいですよ。これファミキャンの方いつかのターボもあるし結構揃ってるね。面白いほらここのソコメシンガー Z。 名前が書いてる。ソコメシンガー Z。 なあ、テキーラテーブルもあるし、はい、こちらがリビングコーナーです。椅子とか主に椅子ですね。ヘリノックスもあるし、ここ小川が豊富に、いいものチェア、ちょっと座ってみます。これ結構揺れるやつ。すごい、あのハンモックのちっちゃいバージョンみたいな。これが、はい、あれなんですか。多分そうやと思う。面白いね、いろんな色ある。ちょっと、これ見てないですか。アウトドアモンスター、これゴミ箱、ネイチャートーンズ。あ、ネイチャートーンズ。うん。あ、すごい。こう。で、こう。よー。よー。これ何つけるんですかね。そういうことやんな。めっちゃいいよ。一応全員合ってたら違いそう。いや、だって値段がさ、全員合ってこれの半額ぐらい。2個ぐらい買えんの、全員が。そうやね、3色あるし、黒もあんねん。黒で、赤と。みんな、ゴミ箱欲しいねんな。そうやね。はい、で、ヘレノックスのこの横にかけるやつ好きやろ、こんなん。好きやろ、こんなん。あ、そうか。あ、ほら、テーブルサイドストレージって書いてて、これね、これ、え、何入れるんこれ。いや、ちょっと入れるんじゃない。あ、でもキッチンペーパーとかさ、丸いまま入るんじゃない。めっちゃいいよ。こうやってシューってな。え、何入れるん。携帯でかない。でかない、これ。え？こういうのいろいろつけたいねんな。いろいろつけて何入れるん？何も入れへん。それだけやん。それ意味あるん？それ。で、こちらがあの今あるテントのラインナップ。
それがここで見れるの？そう、ソロ店と、ソロ店と、寮店と、ファミリー店と、で、カーブ、で、めっちゃ見やすくなってる。こういうのあったらさ、考えたらすごい。すごい。だって、これありますかとか、ここで全部聞けるってことやな。これはいいと思う。これもやっぱり広い店舗って見て回るのが結構忙しいから、こうやって一覧で見れたらいいと思うこれはいい考えだと思います。テントテントピー好きって言ったあ、ワンポールテントな、もうでもモニグロあるからいいかほら、パパさんの好きなハンマーあんで。ハンマーはな、何個あってんのほんまに一個で。あ、小川テント私が買おうか迷ってたこのタスク。タスクのこっちじゃない TC の前だ。 TC のサンドベージュもあるし、あとは、あとは私気になってたこれ、ファシルまである。ツインクレスタはないですな。ツインクレスタの機種はないですか？ないです。ちょっと、なんでやろう、ないな。じゃあ続きまして、焚き火コーナーに来ました。すごいねんけど、ぐるぐるファイヤー、こんな置いてると思わなかった。ほんでこれな、これもスモアやって。こっちのテントもスモアって書いてた。スモアやで。でもソモアっていうとこがいろいろ作ってるってこと？これもソモア。これはハンマリグルグルファイヤー。これはトリパスプロダクション。トリパスプロダクション。グルグルファイヤー L ってちゃんと書いてる。 L M S。 かわいい S。 S かわいい。え、見て、なんこれ。え、そうやんな。そうやんな。クワガタやん。え、ここにこう巻きがこう。すごいなこれ。いやもういろいろ。山賊マウンテン。山賊マウンテンじゃなくて山賊マウンテン。これはすごいあれやね。わ、これほら、ソウルファイヤースタンド、ビカビスタンダード。これなんかたまに見かけんねんけど、使ってる。ちょっと面白かった。これもあれやで、焚き火だよね。うん、え、これなんですか？ちょっと待って、ピュアハンドって書いてんだけど。ソロストーブめっちゃでかない？これかつよねはい、先にコーナーでしたシェラカップ。もう私取ったじゃないですか。黒の買ってたな。もう黒への執着心がすごかったもんな。なんかあれ似てるのやつが置いてるんですよ。置いてんな。ブラックノットと GRN、うん、で、これは何ですか？何でしょうか？ブラックノットってやっぱりかっこいいな。バンドックって書いてる。
あれ、こういうの好きやけど、これも黒なの、なんかくすみカラーみたいな、めっちゃ豊富やな、シェラカップが。シェラカップだけで5万円ぐらい使ってもらう。なんで？ゴールド、ゴールドもかっこいいな、こんなんでさ、マッコリ飲んだんちゃう？これや、マッコリ、これや、これやかんいるやん、ちっちゃいやかん。はい、はい、こちら、クーラーボックス。めっちゃオルカ推し、何かありますか、うん、いろんな色揃ってる、オルカ、うん、すごい、はい、かっこいいな、うん、で、こちらがあれ、ウォータージャグコーナー。こんなにかついウォータージャグ、おっ、もうめっちゃ重い。これも置いてるんだね。あ、これね。あれ、さっきの何だったんだ。さっきまでここに当たるの面白い。なあ、売れちゃったんだね。ね、ペトロマックスの。重っ。かっこいいですよね、ペトロマックス。めっちゃいかついんやけど。めっちゃ重い。アラジンのカセットコンロからめっちゃ全部あるんじゃない？ビバリンもあるし、フジパンもあるし、これこれ外のかっこいいな、かっこいい、シンプルで、かっこいいな。カフマルもいろいろ揃ってます。普通ですので、違和感に感じます。ポリモス、あ、そっち、フォアウィンズ、これ、あ、え、色が違う、違う、へー、うちも真っ黒やもんな、これですもんね。我が家はこれ使ってます。こちらですね、これも、あ、スパイスコーナー、これ面白いな、え、わさびやって、わさび風味、はい、こちらアルペンアウトドアーズ、いろいろ来てるんですけど、初めて私見たのがソロキャンプコーナーです。なんかあのヒロシさんと見たことあんな、この人。いや、ヒロシさん言うた、ヒロシさん、DD タブね、DD ハンモック、DD ハンモックとね、いや、初めて見たかも。どうだったか、うん、ね、なんか、ヒロシさんプロデュースって書いててんけど、え、そうなの、ね、ちょっと借ります。はい、うわ、ほんまやな、ヒロシキャンプ、アルペンアウトドア、うん、ここにあの、等身大パネルもあるし、あ、はじめまして、はじめまして、はじめまして、スパイキアオとコラボです。ヒロシとコラボしました、コラボしました。でソロキャンプ用の用品が結構ギュッと揃ってるから、ソロキャンプ始めたい人には見やすいコーナーです。ほら、これやん、私の想像してるソロストーブ、ソロストーブ、これやん、ちっちゃいやん、かわいいね、ソロストーブ、いいよね、二次燃焼もするし、うん、ね、そうなんですね。こんな感じでこう見本があるっていうのはすごい、あ、これちょっとミックスありますね、
おお。え？グレープスワニーとアルペンのコラボなの？これ。あ、そうなの。ケンともコラボしてなかった？どっかと。あ、ほんま。してなかったグレープスワニー。へえ。詳しいな。なんかあの、さっきそれ頑張ったコーナーで出せなかった。ああ、うん、ほんまや。そうやな。うん。見て、こんなちっちゃいテーブルあんで。ちっちゃーソロテーブル。え、え、ちょっとさらにちっちゃい、こらこら。あの子やん。これもうあれ、飲み物置くやつやね。この辺はあれかな、夏用。すごいな、ほんまにあの寝るだけやね。はい、じゃあはい、じゃあソロテント、ソロキャンプコーナーこちらで終わります。ソロキャンプコーナーでした。来ました、あ、来ました、ランタンコーナー。私のお目当ては何でしょうか。今日のお目当ては実はオイルランタン。はい、ついにちょっと手を出してしまおうかなって思ってます。それの訳があって、まああのテントスさんの動画を見てもらったら分かるんですけど、もうめっちゃ素敵なホヤを作ってしまってたから。それのためにちょっとオイルランタン買いたいなって思います。ちょっとその合うランタンがあるか探します。はい、デーツが結構揃ってます。デーツにも合うって聞いたんですけど、デーツも色がいろいろあって、そのホヤに合う色がちょっとデーツにはないかなって思うんですけど。あるよ。シルバーのデーツ。いろいろあります。今はピアボーンズは結構豊富に。ピアボーンズがこんな色初めて見てる。青、これはこれで可愛いんだ。で、はい、うちの好きな安定の安定のクレームはうちはもうね、LED だけやから。はい、うわ、これいかついな。じゃあ、ユミといかつ、これなんていうあれ、ここに書いてる、バイバイバラックス。知ってる人は知ってるんやろな、バイバラックス。おお、重い、めっちゃ重い、めっちゃ重い。え、怖いねんけど。値段もすごい。あ、ビアボン、あ、すごい、ビアボン。え、これも青やで。へえー、ベアボーンズはいいと思う。はい、いよいよ見つけてしまいました。この辺、そう、お目当てがこちらのピュアハンドランタンで、めっちゃ色を揃ってんねん今。え、これ違うな、これピュアハンド、このピュアハンドのベイビースペシャル276っていう方のホヤなんで、そう、この方にも合うホヤで、で、テントスさんが見本として飾ってたのがこのシルバーやったのね、こちらの、はい、これにつけてたから、私はもうこれのイメージしかないねんけど、
ちょっとこれどうかなと思ってんけど、黒、黒にも合いそうやね、めっちゃ合いそう。テントスさんも落ちてたんが黒色やねどう思う？しかってことやな。そう、でもあの色で値段ちゃうねん。シルバーは税込み5,720円、うん、で、黒は税込みで7,480円、2000円ぐらいちゃうねんな。2000円ぐらい高いよ、黒がちょっと高い。でもやっぱり重厚感というか綺麗じゃない。こっちはこっちで、うん、ええねんけど悩む。どうする、めっちゃ悩むねんけど、ちょっと考えます。はい、考えます。はい、ちょっとめっちゃ悩んだんやけど、とりあえず私ジンクにしようと思ってます。ジンク、ジンク、ジンク、色ね、レッドブラックとジンクで悩んでたんやけど、ジンクにしようかな思ってます。いいでしょうか？いいと思います。ちょっと私もうテントスさんでつけてんのこれで見てもうたから、このイメージしかなくて、黒でのこのイメージが分かへんかったから、とりあえず無難にジンクにしようと思ってます。いいですか？じゃあこちら買っちゃいましょう。こちら初めてのオイルランタンいいんですか？ちょっとホヤがホヤに惚れてしまったんで始めてみようと思います。いろいろ教えてくださいじゃあ買います。いやー楽しかったですね。ナンバーパークスって楽しいっすよね。楽しい。ナンバーパークスいっぱいあんで、アウトドアショップですよね、うん、それにアルペンアウトドア入っちゃったみたいなで、もう今日はランタンとヘリノックスのあの箱無事 10% オフで買いましたまあ楽しいわ、やっぱりショップは楽しいですぜひ皆さんもアルペンアウトドアーズ行ってみてください。じゃあ今日の動画はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ハイティアウチャンネル、ママでした。バイバイ。